たった一つの贅沢にこだわれば週末だけでも世界へ飛べちゃう魔法です。週末のシンデレラ、世界弾丸トラベラー。麗しの寺院とハーブの香りが心を癒す楽園として今女性に大人気のタイ。今回のトラベラー山本モラさんがタイを選んだ訳とは、ね、普段東京にいるからこそ旅行に行くときはこう誰もいないようなところに行きたいって思っちゃう。エステやっぱり30代生き抜くためには美しくないと。誰もいないような場所、それはタイ北部。3つの国に囲まれたゴールデントライアングルと呼ばれるジャングルに最高級リゾートホテルがあるんです。まるで秘境に眠るシャングリラ。都会で疲れた体もきっとリフレッシュできるはず。日本からチェンマイを経由しゴールデントライアングル、遥か5000キロの旅。ジャングルだよ、横ジャングル。究極の癒しを求めて大冒険。その先に待つのは極上のエステと極上のグルメ。30代女を磨く至福のひととき。おいしい。一泊4日秘境の極上ホテルで女磨き、癒しの旅の始まりです。ということで今回の弾丸トラベラーは山本モナさんです。30歳を超えたらやっぱり美しくないとおっしゃってましたが、30代ならではの女磨きの方法ございますか？30代私しかいないよね。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。30代になってからはすごい一日一日を充実っていうか意識して過ごさないとなと思ってるんですけどね。でも私もその常にやっぱりこう女を磨くためにあのこう見られてる意識っていうのを常に持ってるんですよ。なんか仕草とか ね、これを飲む行動一つにしても、うん、こう一回飲む前にちょっとペロッとしてる。夜8時30分一路成田ではなく、でもこれなんで関空に飛ぶんですか？成田じゃないんですか？なぜか羽田へ。それには深い訳が。タイでの滞在時間を長く取るために今回は関西国際空港からタイへ。目指すジャングルの極上ホテルへは移動時間が必要なんです。ということで関空に到着。誰もいないよ、寂しい。真夜中の関西空港からタイバンコクへ5時間50分の空の旅。さらにバンコクから飛行機を乗り継ぎやってきたのはタイ北部の都市チェンマイ。13世紀ランナータイ王国の都として栄え、北方のバラと称される美しい街。さあ旅の始まりです。残り時間がタイに滞在できるシンデレラタイムはあと30時間15分。ここからバスターミナル。まずは空港からチェンマイ市内にあるバスターミナルへ。チェンライ行きのバスの出発時刻は10時15分です。急いで向かいましょう。あの赤いのタクシーかな。 Is this your taxi? Can you get your bus number? こっち。かっこいい。おお、タクシーだった。もっとあっち行こうと思うかな。タクシーを拾って一安心。ところが、おや、お客さん？イケメンじゃない？急いで乗ったこのタクシー、実はソンテオという乗り合いタクシーなんです。次々乗ってくるお客さんを目的地の近い方から順番に降ろしていくのがソンテオのルール。ということはモナさん、どういうことか分かります？やっぱり気づいてない。つまり乗ってくるお客さんの都合でどんどん遠回りしていくんですよ。大丈夫ですか？あ、ツイッターっぽくない？
ようやくバスターミナルへ到着。ところが、To Chennai, 10:15 is already gone. 間に合いませんでした。どうしようかな。How long does it take on taxi? About 3 hours. 3 hours. 10時半だから1時半。今タクシー乗れば間に合うね。今度は目的地にまっすぐ向かってくれる普通のタクシーで遅れを取り戻します。モナさん、次こそ大丈夫ですか？お、なんかお店がある。ちょっと寄り道しますか？え、ここで寄り道？あと1時間ですよ。お腹すいたね。もう気持ちいい。こういうの大好きっていう時間もないんですよね。すいません、あ、ひっくり返っちゃった、うん、ハロー。あー、卵だ。え、どうやって食べるの？5 minute cook。 あ、蛇巻いたままだった。硫黄の匂いがする。あー、わかった温泉卵だ。なんとタイでは珍しい温泉が湧いていました。90度のお湯で作る温泉卵がここの名物なんです。おばちゃん、オッケー。茹でること5分。タイの温泉卵のお味は？抜けた。乱暴だな。マジでうまい。時間に限りがございます。急ぎましょう。モナさん、ちゃんと間に合いますか？寝てる。本当にマイペースだこと。マイペースだ。ホテルの送迎車が待つチェンライに到着。時間は間に合いました。あれかも。はい。あ、Thank you。ありがとうございます。すごいね、道中もこんなに緑があるってなかなかないと思うから、かなりテンションが上がってきた。走ること1時間半。お、着いたんじゃない？ あそこに看板が見えます。秘境の奥に待つリゾートホテルに到着です。あ、Thank you。 さあ、癒しの時間と思いきや、ボート、すごいね。なんとリゾートホテルはこの川の向こう、ここからボートで向かうんです。ホテルへ出発。気分はまるで冒険家。こんなジャングルだよ、横ジャングル。ワニとかいそうなのに。ボートに乗ること約10分。目の前に現れたのは、すごいとこにある。懐かしいホテル。ようやくホテルへと到着。あー、着いた。早速ホテルの中へ。 Three times. まずは歓迎の儀式。 Very hard. Three times. Yes.いい音。ジャングルに響く鐘はモナさんの癒しの時間が始まる合図。まずは心地いいデッキへ。着いたよ。ココナッツジュースだ。旅の疲れを癒してくれるココナッツジュースのサービス。乾いた喉を潤してください。ジャングルの奥にひっそりと佇むフォーシーズンズテンテッドキャンプゴールデントライアングル。わずか15棟しかないテント型のコテージは大自然に包まれた秘密の場所。
敷地内にはプライベートプールやワインセラーなども完備した最上級のリゾートホテルなんです。さあ今夜のお部屋へ。うわー見て、うわー、ラオスが見えます。でもここはタイです。あそこミャンマー。さらに進むと橋、すごい吊り橋、すごい揺れてますね。下を見てみましょう。ほら、何これ、ジャングルじゃん。やっと着いた。ここです、マイテント。どんなお部屋が待っているんでしょう。お風呂、お風呂がこんなとこにあるよ。普通に部屋の中にある、ね、すごいです。ほら、うわ、最高、お姫様仕様。おお、バルコニーもほら、おお、外すごい。景色です、すごい。アジアンテイストあふれる家具から銅でできたバスタブまで、全て手作りの特注品。贅沢な空間で思いっきり羽が伸ばせます。ここからモナさん念願の女を磨く癒しの始まりです。着いた。30代の女磨きその1、大自然が見渡せるオープンデッキで極上のタイ式エステ。ジャスミンライスと呼ばれるタイのお米とパパイヤを使い、肌の輝きを取り戻します。お米が古い角質を取り除き、パパイヤの酵素が美肌を作るのだそうです。風がすごい気持ちいい。最高。30代の女磨き2つ目は極上のグルメ。ディナーは洗練されたタイ料理のフルコース。一品目は海の幸のトムヤムスープ。爽やかな酸味が広がります。私パクチーが大好きで、いい香り、うん、おいしい。メインディッシュはラオス伝統の子羊。酸味の強いタマリンというスパイスのソースをつけていただきます。おいしい。うーん、なんかね、ステーキ丼にしたい感じの味。わかる、届くこの思い。誰もいない秘境でのくつろぎ、いかがですか。できたじゃないですか、仕事終わってすぐ着いてるから。実際こういうジャングルの中に身を置いてみると、なんか自然とスーッとこう、その世界にさーっと入れてる感じがして、うーん、なんか落ち着いてます。明日は女磨きの仕上げが待っています。朝9時半いよいよ出発です。おや、モナさん、その服装は。サムエのような格好のままボートに乗って目的の場所へ。最後は女の心磨き、どんな体験が待っているのでしょう。リアリゾンもエッセンシャルでケア、流行りのヘアスタイルにしたいです。それならほら、ハーフアップでゆるまきやってみたいです。私もハーフアップでゆるまき。あんたは太巻きでしょ。流行りのヘアスタイル楽しめるのは毛先15センチをケアしてるから。高純度ハニー&プロテイン、エッセンシャルダメージケア。毛先15センチのケアで可愛いわ、スケール。本当だ。詳しくはウェブで。それでは新プロジェクトの、ん、先輩、おちつい、
それではいつも慌てず落ち着いて、それがセルフコントロール。ビジネスマンのアットローン、三井住友銀行グループ。返済プランも自己管理。最後は女の心磨き、どんな体験が待っているのでしょう。はい。あーすごい、ゾウさん。はい。チョンカン。49歳。かわいい。うん、気持ちいい。なんかね、カーペットみたい。モナさんを待っていたのはゾウさん。ゾウに乗ってのトレッキングがこのホテルの名物なんです。お世話になるのはトンカンちゃん、いやトンカンさん49歳。まずは大好物のサトウキビでスキンシップ。あ、食べた。かわいい。あ、よく食べるな。すごい、噛んでる。ちゃんとちゃんと噛んでんの。どんだけ食べんの。 We will command elephant to sit down. Please remember hold the ear when the elephant tries to stand up. アドバイスを受けてゾウさんの背中へ。女磨きの仕上げは心の癒し。象に乗って大自然を満喫する極上のジャングルトレッキングの始まりです。おお、すごい。おお、結構スピーディーです。でもね、ふかふかしてて本当にすごい乗り心地いいですね。ゾウに揺られてゆったりと過ぎていく自分だけの時間。頑張れ。都会では急ぎ足だった体内時計が忘れかけていた自然のリズムを取り戻していきます。エステにグルメ、そしてゾウとの触れ合い、極上の癒しの旅が終わりを告げます。名残惜しいとは思いますが、so I have no time. Okay. Yeah, I have to go. Next time, please come back here again, you know.ありがとうね、重かったのにね。バイバイ。どうしたの、何何。はい、またね。別れを惜しみますが、帰りの飛行機の時間が迫っています。ジャングルを抜け、活気あふれるタイの街から一路日本へ。4日間の休日を使って、女を磨く癒しの旅、いかがでしたか。滞在時間短いかったけど、場所に身を置くっていうのですごくリラックスできるんだな、人間って、と思ったので嬉しかった。明日は番組の収録、一泊四日のシンデレラが日常に戻ります。二人ともいかがでしたか。モナいい顔してたよねこの後、3人が山本モナさんについて大胆発言。まだあなたは顔洗った後、焦って化粧水をつけてるの？私にはね、焦らない理由があるの。焦らない理由はね、化粧水成分が入ったビオレ。ほら、ひたひた触っていたくなっちゃう。洗いたての肌で確かめてみて。お気に入りから色褪せる。
色あせの原因はお洗濯の時のダメージ。新柔軟剤フレア輝くエッセンス EA モイスト配合、ダメージから繊維を守る、色合いを守る。お気に入り、ふわっと輝くような仕上がりに。フレアふわっと輝くエッセンス新発売。もちろん防臭効果も。あのレガシーに待望の 2.5 リッター新登場、そして9つのアーバンセレクション。スバル。昨日と違う僕になる。アクティブスタイルインプレッサ。ビームスエディションデビュー。スバル。じとじと濡れる、じめじめ蒸れる、生理の時肌が結露したようなあの感じ、いつまで我慢してるの？ロリエ F、 肌ストレスを引き起こす経血を一気に吸収。ほら、不快な湿気さえ肌に残さない。肌の結露感ゼロへ。 F、 ロリエ F、 かぶれを防ぐ新習慣、肌ストレスからフリーになろう。モナちゃんにさ見られたらさ、なんか見られたらってか、あのねさ、狙ったいものは絶対逃さないみたいなメニューしか私見えないんだけど。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と、タクシーだと思ってた違う人乗ってきたので、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。気づいていらっしゃいましたね。でもリンカさんとは本当に違いますね。私同じ行動をさせて画面で半分に、で同じ内容をやった時に全然違うことになっちゃいそう。違いそうですね、確かに。あんなじゃないと思う。ね、なんか綺麗ねじゃなくて、綺麗だ。来週はスザンヌさんが一泊三日でフィリピンへ。青い海に囲まれた魅惑のシークレットビーチを独り占めしちゃいます。